今回はエセ童話対抗シリーズということで、たまにネットで話題になる浅田理論について説明します。浅田理論ね、今検索したらウィキペディアで普通に出てきますね。日常を正規する問題で、部落にとって部落民にとって不利益なことは一切差別であるっていうのは、これがね浅田理論のね核心部分で、これは浅田善之助っていうね部落解放同盟の戦後の委員長がいて、その人がこの部落解放同盟の大会の中でね、こういうことを言い出すんですね。あとは部落差別の3つの命題、部落差別の本質は部落民は差別によって主要な生産関係から除外されていることにあるとか、なんかいろいろ書いてあるんですけども、まあ最初に言った部分が核心で、あとはいろいろ派生してきた部分ですね。で、浅田善之助っていう人はですね、戦前は全国水平社に関わってたんですね。で、戦後部落解放同盟の中でいろいろね内紛があるんだけども、結局この人がその権力闘争に勝ってしまうんですね。で、これも松本智一郎なんかと同じくね、この運動家っていうよりやっぱ実業家ですよね。そういう感じの人です。で、この人が書いた本にね、差別と戦い続けてっていうのがあるんですけども、その中にこの浅田理論について書いてあるんですね。で、そこで浅田善之助いろいろ突っ込まれるんですね、周りの人に。いや、それはちょっと無茶苦茶じゃないかと。橋が転んでも差別なのかと。それに対して浅田善之助はそうだっていうふうに、そのぐらいのことを言わんと通らんのだっていう、まあそんな感じのことを返すんです。だから浅田善之助もこれは結構ね、もう理屈として無茶苦茶なことだっていうことは自覚してたんじゃないかと思いますね。で、この話が出てきたのが、まあ起源をたどると京都でオールロマンス事件というものがありました。知ってる人は知ってると思うんですけども、京都市の職員がですね、まあ、部落の実態を赤裸々に書いた小説を発表したと。まあ、部落って言ってもそれ朝鮮部落だったんですけどね。でもそれを解放同盟、当時は部落解放全国委員会なんですけども、それがこれは部落差別だというふうに言い出してですね、で、まあ、有名な話として、京都市の担当者をね呼び寄せてね、それで地図を広げて、この住環境の悪いところなんか丸してみって言ったら全部部落だった。あ、だからこうね、差別してるじゃないか行政がっていうふうに言うわけです。で、浅田理論ね、なんでこれおかしいとか、まあヤクザの言いがかりとか言われるんだけど、なんでまずおかしいかっていうのが、その部落っていう括りについてね、まずじゃあ部落ってどこなんだっていうところからまず問題があるんですよね。その主語の部分が非常に曖昧なんです。だから京都の地図広げて、で、住環境悪いところ丸して行くんだけども、これ丸していったところっていうのは、これね、部落っていうスラムなんですよね。都市部落っていうのはもう当時はね、もうスラム化してたんですね。いろんな人が集まってきて、全国からね、それで貧民窟みたいになってたわけです。だから当然そういうところは住環境が悪いんだけども、じゃあ住んでる人は得た否認とか差別とかと関係あるかって言ったら、あんまり関係ないわけです。大阪なんかはもっとそうですね。京都の部落にしか当てはまらないっていうところと、仮にじゃあその得た否認が住んでたところでも、その住環境良くてね、綺麗な住宅地になってると、で、得た否認でももうルーツが分かんなくなってね、もう普通に社会に溶け込んでる人も当時もいっぱいいたんですよね。で、そういう人はそもそも表に出てこないし、こうやって丸つけられることもないんで、その因果関係が逆なんですよね。その丸つけたところが全部部落だったっていうよりは、そういう貧民窟みたいなところはあそこ部落だっていうわけで、言うわけだから、そりゃその部落に限って、そりゃインフラが悪いっていうことにはなりますわなっていうことなんですよね。この浅田理論っていうのがどんどんもう全国に波及していって、で、鳥取でね、山林解放闘争っていうのが各地であってですね、その部落に限って山林をあまり持ってないのは差別だって言ってよこせと、この公有地をよこせというような運動が起こるんだけども、まあ最初はね、そんなじゃソ連の山を日本の山にできないじゃないかっていうようなことをね、行政は言うわけです。で、これはある意味まあ当たり前のことで、やっぱ財産権っていうのは、まあ良くも悪くも昔からいろんな人が引き継いできてるものなんだから、そこを差別問題にすり替えたらね、もうキリがないわけです。ただまあ最終的には結局部落に限って、そうやってね、町有林を渡すとか、そういうことになったわけで、果たしてこれが公平かという、実際はその、やっぱし部落じゃなくても、そのいろんなその当時の村の
所有してる山とかね、違いがあるわけだから、部落に限ってそういう数、そうやって割り当てるっていうのもおかしな話だしね。まあそもそもその部落でも大地主がいるような場所があって、そういうところはそもそもこういう話の訴状に乗らないわけだから、差別は差別だっていうのも相当おかしな話なんだけども、やっぱりそれが通ってしまうのはね、やっぱ昔からその部落って何なのかよくわかんない。部落はどこなのかよくわかんない。で、ブラック差別の起源っていうのもよくわかんないっていうところがあるんで、そうすると、もう強制の職員なんてそんなことよくわかんないわけだから、ある意味ね、その解放同盟なんかに信念を持って差別だ差別だって自信を持って言われちゃうと反論できないわけです。で、浅田善之助なんかもね、その、なんか信念を持ってるっていうよりは、もう革新的にね、この強引にこのもう無茶だと分かっても通してやろうっていうことでね、相手が反論してきても差別だ差別だって強引に通してやろうっていう、そういう気持ちで言ってるわけだから、議論して言い返しても意味がないわけですよ、今度毅然と断らないと。だけど、まあその行政職員にしても、まあほとんどの人はそういうことについてそもそも知識がないので反論できない。それでこうやって浅田理論というか、この何でも不利益なことは全部差別だっていうのが通ってしまうんですよね。それで大阪なんかはその不利益のあるところイコール部落みたいな感じでね、ああやってあの西成みたいな本来は部落でも何でもないようなところは同和地区指定されて、主要な生産関係が除外されてるだの何だの書いてあるけど、これ農村部の部落なんか全然関係ないしね、都市部では当てはまるんだけども、でも都市部で部落って言われてるところも実際はそれあの都市スラムなんですよね。だから都市スラムだったら確かにそういうね、労働者が集まってるなっていうところあるんで、そういうところを恣意的に部落だって言ってしまえば、それは確かに当てはまりますわなっていうところなんですね。それでね、この浅田理論っていうのの恐ろしいところは、ここから派生した考えというものが、この部落問題だけでなく、いろんなところに実は広がっちゃってるんですよ。やっぱこれが通っちゃったから味を占めたっていうのがあって、それで、まあ、マスメディアでも我々でもね、なんとなく当たり前のように言ってるけど、もう浅田理論っていうか、こんなちょっと考えりゃこんな無茶苦茶な話はないぞっていうことがいろいろあるんですよね。まあ、その例というものを、まあ、次回ちょっと取り上げていこうかなと思います。